要は地方が抱えてる問題で共通しているところって何かっていう、まず人がいない。それ一番の根本原因は、何よりも足がないんだよ。移動できる足が、車以外は無理。交通もイコール、運賃だよね。利用者の運賃によって賄おうと。この田原市においての一番の僕が重きを持ってる何かって言ったら、豊橋市から伊良湖岬までの主要交通網、この整備。日常の足としての公共交通も維持するのに、利用者負担だけの発想ではこれも永久にできないわ。もうこの次にはもうデマンド方式だって言い切っちゃってる。どこ行っても道の駅って結構繁盛してんだよ。今の地方の方の道の駅とか何かに参画しようと思ったら、300万の500万の最初に入るための資本金がいる。こんなもんいらんのよ。バラックでいいんだよ。飲食店もやるだったら夏月に3万円。もう物品だって月に5000円。家賃に払って手数料も取るよと。それで市民の人でチャレンジできるような店を作ると。そのチャレンジ作る店っていうものに人を連れてくるために、多分田原市だったら田原駅じゃないんだよ。田原市が、の玄関は豊橋駅なんだよ。豊橋が泊まって、渥美半島に人を連れてくるための公共交通の。ほんで、渥美半島の昔からの歴史を考えると、ここは伊勢とすごい深いつながりがある。ほい、東大寺、奈良東大寺も河原もこの渥美半島が焼いてた。お糸先手って言って、絹の糸な。あれを伊勢神宮奉納してたって、お糸先手文化も7月にあるんだよ。こういう文化っていうものがあって、渥美半島イコール伊勢、鳥羽伊勢湾。ものすごい氷深かったんだよ。今それ、かろうじてフェリーが一層残ってる。まず、自らができる体制、豊橋から伊勢まで人の流れを作ることは、まず道路を作る前にできるんだよ。来てもらえる街は何かって言った時に、もうばあちゃんの味を売れと胃袋を掴んだら勝ちなんだ。漁の出る日の午後3時から5時までの時だけ、生のちりめんが食べれるよっていうのって、これ、廊下の渥美半島だけなんだよ。そういうふうにタイムセールしてこの時間にしたらこれ食べれる。ひどいと言えば、今日天気がよかったら小味の釣ってきた漁師たちがおって、いや今日こうやってたくさん釣れたからって言ったら小味の佃煮も見てお前作るとか。ローカルのものをこう出していけるような場所っていうのは、この渥美半島に来なければないものを用意するっていうことができるとできんとっていうことが地方の一つなし。キーポイント。そういう交通網っていうものを通して人が少ない時に運賃だけで走らせていくっていう発想から抜け出さん限り、地方になってもう足がなくなったら終わる。だから地方創生ってあれもこれもあれもこれもってあるけど、一番大事なのはまず人の動きを作る。ほんで魅力っていう言葉で書くんだし、その地方地域の顔を作る。じゃあオンリーワンの商品何かっていうのは僕はやっぱ和食の輸出だと思う。インバウンドで何を求めて外人が日本に来たかっていうアンケートのデータがあるんだよ。これ JTB 出した。4年間なんていうのは日本の食だったんだよ。日本のローカルフード、日本の味を求めに外国人が来た人のダントツ1位を4年間キープしてたっていうデータがあるんだよ。じゃあ人が動かねえんだったら物を輸出すればいいんだよ。だから地方において地方の独特の持った文化の食を作り、それを冷凍弁当として世界に輸出をする。全ての原材料が日本で日本人の手によって作ったものを出すっていうことができる国で、世界はこの日本しかないんだよ。その弁当っていうものを作って輸出っていうものを成功させた時には、このもう日本の経済な、流行りさよりないんだよ。だし食べるものだろ、必要なもんじゃん。それできる地方なんだよ。ほら今老人の問題になってきても、65を超えても元気な人いっぱいおるんだよな。その元気な人たちで、家族に食べさせてたような食っていうものを商品化できる。だから老人ホームを地方に持ってくればいいんだよ。それで働ける人はどんどんさて、さらに問題なく、食の加工っていうことの地域を作り、雇用が生まれる。それが外貨を稼ぐ。そうすると、北海道は北海道の味がある。沖縄は沖縄の味、九州は味がある。な、ここにはここの味がある。その中で、世界に売れる食品地のさずま淘汰されるとは思うけれども、とりあえず食の文化っていうものは、これ日本だからできるんであって、日本食はね。その冷凍の輸出っていうことっていうものはこれ決して不可能じゃない。そうすると地方が生きるんだよ。地方が生きて地方がまず自らの財源確保できる産業創生が伴う。そうなればこの日本の国全体の国力が維持できるよね。余裕を持って経済活動やっていけるんだよ。今頼り切ってない自動車に。